皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこですえ。ベルファースタは先日雪が降ったんですね。珍しいです。朝起きてカーテンを開けたら雪景色が広がっていました。びっくりしましたね。えそして嬉しくなった。雪が降った時って、ね、外に出ると本当に寒いけれども、家の中からその雪景色を見るのはとても綺麗で気持ちがいい。うん そして、私は今インスタグラムの方でもその写真を公開したんですけれども、旦那さんとね、雪だるまを作ってみました。本当はジャンボな大きい雪だるまを作りたかったんだけれども、結構難しいんだね。雪だるま作るのって。あの、手袋をせずに、ね、素手で、素手で作っていたので、どん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 手が集めたくなって、で、 本当に大きなのを作りたかったけど、まあ中ぐらいの、まあちょっとちっちゃかったかな。えー、で、やめました。うん。でね、最初丸くするのも難しくて、変な形になっていって、ものすごくね、もうなんとか雪だるまのような可愛い丸い感じにしたくって、えーの、時間をかけて作ったんですね。子供みたいに楽しかったです。 私のね、ふるさと岡山ではあまり雪が降りません。だから、まあ雪で遊ぶっていう経験がなかったんですね。ですから、ベルファストでこの間雪が降った時に私はとても楽しかったです。え、さて、今日は、またまたネットフリックスの話をします。ごめんなさい。ネットフリックスが好きですからね。というのも、ついに、やっと、ようやく、 私は、まあ、NetflixUK で「鬼滅の刃」を見始めたんです。まだね、13話ぐらいです。まだまだ、えー。毎日ね、最近見れない。忙しいからね、仕事が。週末の金曜日の夜と土曜日と日曜日だけ見てるんで、まだ13話ぐらいかな。でも、ようやく見始めました。 ね、去年本当に日本で大人気だった鬼滅の刃。まあ皆さんね、私の生徒さん、たくさんの人がアニメをもう見てるし、漫画も読んだという人もいるし、映画も見たという人もいるので、すごく気になっていたんですね。私もずっと見たいと思っていて、ようやく見れたんです。楽しいね。私好きです。ねずこ。<laughs> ねずこんですかめっちゃ可愛いんですけど。いやあ、もう私は、あの、ねずこの大ファンになりました。あの、この週末ね、まだ週末じゃないんですけれども、早く週末が来てほしい続きが見たくてしょうがないです。うん。あの、皆さんがなんでね、あんなに鬼滅の刃がいいのか。いやね、すごくファンが多いでしょまあ見たらわかりました。こりゃ楽しいわな。好きだよねっていうのがよくわかった。ただね、 日本語難しいですよね。まあ大正時代のお話で、日本語がちょっとね、今の言葉と違うでしょだから、私が聞いていても、難しい言葉とか、日本語がたくさん出てきます。だから皆さん、日本語を勉強している皆さんが、この鬼滅の刃をね、日本語で聞いたら、わからないところたくさんあると思いました。うん。あと私がまあいいなと思ったのは、 やっぱり映像が綺麗だよね。映像。うん、うん。あの、例えば藤の花のね、山のシーンとか。あの、本当に綺麗だと思いました。そして。まあ、ねずこが一番好きなキャラだけど。あと、えっとね。えっと。あが妻、待って、あが妻善逸。そう、善逸。 善逸っていうキャラもめっちゃ面白いね。あの、よく泣く子ね。なんか泣いて、なんか弱いんだか強いんだか、あの、弱虫なのか、よくわからないね、最初。でもなんかめっちゃ強いっていう、善逸もすごくいいキャラですね。えー、私はまだ13話まで出てき、てしか見てなくって、ね、善逸が出てきたばっかりなので、うん、あの、すごくこれからが楽しみかな。うん、あの、本当に、 この週末を楽しみにしています。で、最近ちょっと忙しい。あの、ネットフリックスね、この鬼滅の刃も続きを見たいんだけれども、あのですね、これまた嬉しいニュースね、私にとって。スノーピアサー。スノーピアサー、これアメリカのドラマなんですけど、シーズン2が出てきました。嬉しいです。これね、私以前、ちょっと待ってね、どのエピソードで話したかなだいぶ昔にね、えー、スノーピアサーは、 174です。エピソード174でスノーピアさんについて話したんですけど、でね、あのシーズン1が、シーズン1を見終わって、シーズン2を見たい。早く出てき、出てほしいっていう話をしてたんですね。え、ようやく今出てきました。あの、まだ見てないんだけど、トレーラー見たんですね。いや、面白そう。 面白そう。これもめちゃくちゃ気になる。あの、最近ね、私本当に忙しくって、仕事がね、忙しいから、平日、月から金までは全然見られないんだけど、このスノーピアサーはまた週末見ますね。いやー、週末やることいっぱいあるんじゃないこれ、私、忙しそうです。皆さん、スノーピアサー見ましたシーズン1。あの、面白い。 面白いですので、あの、私の感想をね、聞きたかったら、昔のエピソード174に戻って聞いてみてください。ということで、ネットフリックス大好きなのりこさんが <laughs>、今見ている日本のアニメ、鬼滅の刃、そしてこれから見ますよっていうスノーピアサーシーズン2についてちょっと話しました。えー、スノーピアサーは多分見てる人も多いんじゃない、えー、もしシーズン2見たら、また意見を教えてください。 ね、あの、意見の交換しましょうよ。ね、はい。ということで、今日はここまでです。